どっちレオンス、あ、響きますね。このドンチャリオスという挨拶も僕は約1ヶ月ぶりくらいに発したんですけど、久しぶりです皆さん。今月5月はほとんど動画を投稿しなかったんですけども、本日はですね、久しぶりにということで告知があります。で、皆さん今回のこの動画の内容、結構ね情報量が多いかなというふうに思いますんで、結構しっかり見ていただきたいかなというふうに思います。僕もいろいろいっぱい喋りたいこともありますし、喋んなきゃいけないこともあるんで、はい、できるだけ、分かりやすくお話しできればなというふうには思いますけども、はい、注意していってください。ちなみに概要欄にね、概要は箇条書きでありますけども書いとこうかなと思いますので、まあ、そちらも合わせてチェックしてみてください。はい、で、何の告知かというと、まあ、タイトルでちょっとネタバレしてると思うんですけど、ですね、またうちとカンナビス、そして今回結城橋本と3社でちょっとこう企画を組みまして、まあ別注みたいな感じなんですけど企画を組みましたと。で、その経緯からちょっとお話ししたいんですけどね、これがね、壮大なストーリーがあるんですよ。これはコロナをに巻き込まれた、僕たちこう3社のですね、壮大なストーリーがあるんで、ちょっとそのお話からちょっとしようかなというふうに思います。はい、ちょっと長くなるかもしれないですけど、話させてくれ、話させてくれ、これはストーリーがあるから。ですね、事の発端は今年の、3月かな、3月あたりに予定されておりました楽天ファッションウィークに結城橋本が、ランウェイをやるっていうところからが、まあ一番 このきっかけで、そこにめがけて何かやりましょうということで動き出したプロジェクトがあったんですよ。それが、まあ、結城橋本のショーをやります。で、ショーの後にですね、アフターパーティーという形で、まあ、よくその海外のブランドとかでも、コレクションとかショーの後に、まあ、そういうパーティーみたいな、のをやるっていうのは、まあ、結構、ある話なんですけど、まあ、そういうノリで、まあ、初めてのショーだし、っていうことで、まあ、アフターパーティーをやりましょうみたいな企画でお声掛けをいただいたのが、まあ、カンナビスとうちハウリー、で、ここでなんかちょっとこう一つそういうイベントじゃないですけどやりましょうみたいな話が、もういつだろうな、年始くらいかな、多分、うん、年始くらいからそういう話をしておりまして、いろいろ計画してたんですよ。で、実はの話なんですけども、一気にか、まあいいか、もう過去の話なんで、ウームでね、ウームって皆さん渋谷のめっちゃでかいクラブあると思うんですけど、そこでアフターパーティーができるっていう話まで進んでたんですよ。これ実はやばくないですか、めっちゃ熱いでしょで、僕もうわ、めっちゃ熱い、ウームでできるってやばくないですかみたいな、まあその本当にいろんな方のご協力がありまして、もうそういうことになってた。それで話が進んでたんですよ。で、出演者どうしましょうか、誰呼びましょうかみたいな話までねしてたんですよ。で、その時の中の一環として、なんかそのイベントに紐づいた、T シャツなんか作って、その物販、うん、当日 そのイベント会場で売るなり、なんかちょっとそのノベルティ感覚じゃないですけど、なんかそういうなんか一つあったら、アイテムがあったら、なんか、まあ、お客さんの意味も記念にもなるし、うん、なんかそういうことあったらよくないですか、まあ、ファッションのブランドだし、うん、みたいな話があって、あ、じゃあそうですね、やりましょうみたいな話でその別注で T シャツをね作ろうっていう話が進んでたんですよ。まあ、別注というか、まあそうですね、イベントにのに紐付けた、まあ、グッズっぽい T シャツを作ろうかなというふうに思ってて、で、グラフィック動向の話もしてましたし、スケジュールがタイトだと、だからとりあえず最初にボディを作んなきゃいけないということで T シャツのボディを作ったんですよ。そう、ボディ作っちゃってたんですよね。そうしたらですよ皆さん、はい、このコロナのショックが来まして、もうそもそもファッションウィーク自体が中止で、まあ、ファッションウィーク中止したのにイベントだけやるなんてことは、まあ、おかしな話だし、まあ、その、まあ、感染を拡大するようなことは、まあ、控えた方がよろしいということ、まあ、当たり前のジャッジなんですよ。ということで、まあ、イベントもなくなってしまって、全てがなくなってしまったんですよ。僕らがすごい楽しみにしてたショーもそうだし、その後のパーティーもね、せっかく企画してたんですから。で、うわーってなっててっていうところが、まあ、あって、そもそもこの3社で何かこうやろうっていうそのプロジェクトはもうその時からちょっと動いてはいたという話がまずこう前提としてあります。話が水面下でね、皆さんも知らないところでそういう話がありました。
でですよ、で、じゃあコロナ中止になっちゃいました、でも5人作っちゃいました、あどうしましょうかねみたいなね、でもなんかね、まあ、3社はそれぞれに、まあ、なんかやりたいっていう気持ちもあるし、まあ、こういう状況だからこそなんかこう一つ企画みたいな感じでね、やったら面白いことができればみたいな気持ちはあったので、で今回のになったんです。で何を今回の企画の趣旨に入りますよ、ここから趣旨なんですけど、ですね、このボディーそうなんですよ、そのなんか本当はアフターパーティーの時に、まあ、売ろうと思ってた T シャツのボディーなんですけど、これゆきと橋本のオリジナルボディで、まあ後でちょっとサイジングとかものが紹介しようと思うんですけど、まあ、ここにですね、ハウデーヤン、うちとゆき橋本、僕とだから橋本さんがセッションして、決めたグラフィックとひまわりが、カンナミスが橋本さんとやり取りして決めたグラフィックをがあります。この2つ考えてあります。で、これをどっちかですね、皆さんに投票していただいて決めていただいて、どっちかが製品化になるという、そういうちょっとなんか皆さんがお家にいても楽しめるような何かね、なんかそういうところから考えて、そういうのを企画してみたんですよ。だから新しいでしょ、皆さんが選べるんですよ。だから下のあのね、概要欄からどっちですかっていう、その、まあ、投票みたいなシステムをちょっとペッて貼っとくんで、ぜひ皆さんよろしければ、ハウデーヤンなのかカンナビスさんなのか投票していただいて、数が多い方が商品製品化になります。で、何から話そう、その気になるグラフィックの方はこの後ですね、まあ、これも本当はここにね、小松菜奈ちゃんと一緒に動画撮ってこうやって物見ながらやりたかったんですけど、ちょっとそういう状況にもないと。なので神奈美さんは神奈美さんでこの後流れます。別で撮ってもらって、データだけ送ってもらったやつをガッチャンコして、編集でこうやってつなげてみ、皆さんにはこの後ですね、この後見ていただけるようにはなってますんで、神奈美さんとハウデアそれぞれ見ていただいて、僕も実を言うと今この動画を撮ってる段階でカンナビスさんがどんなものか分かんないですよ。そう、こっちも分かんない。だから今全てのデザインを把握してるのは橋本さんだけですね。決まり側もカンナビス側もこっち、僕がどういうねセッションをしてどういうデザインが上がってきてるのか全然分かってないっていう、そういう感覚ですね。うん、なので本当にちょっとこう皆さん、そのインタラクティブじゃないですけど、一つのこうウェブイベントじゃないけど、なんかそういう考え方、どっちかっていうとコンテンツというか、コンテンツありき、まあメインのブランドはメインのブランドで、まあのイメージがあると思うんですけど、今回はまあちょっとこういう機会だし、皆さんご在宅で家にいてね、自粛期間だなんだ、どっかも行けない、予定されていたものがキャンセルになった、それ僕らも一緒なんですけど、まあそういう中で少しでもこうお楽しみいただける、まあ僕らもね、なんかおもろいくやれて、で皆さんもなんか おもろくやれてみたいな。でなんか実際に欲しいものがこうどっちだ、商品化されるのはどっちだ、皆さんの手に委ねられてるっていうのは、まあ、ちょっとこうネタとして、ネタというか、ネタというとあれですけど、コンテンツとしておもろくないですか。だからまあなんかこういう期間ですけど、ちょっと楽しいね、一つの楽しめるきっかけがあったらっていうような、まあ、僕たちからの、はい、企画でございます、提案でございます。はい、でスケジュールなんですけど、これでね、今から、まあ、3日か4日くらいかな、まあ、1週間以内くらい、ちょっとまた書いておきます、概要欄に、の期間を設けて投票しますと。で、まあ、3日くらいかな、3日くらいです、3日くらいで、期間を設けてその間に投票していただきます。で、どっちだ、どっちになったかっていう決定の、動画が来月6月の7日ですね、7日にこっちになりましたっていう結果発表の、動画を出します。で、その時結構スペシャルなのは、まあ、ちょっとこれも、今のところに予定ですけど、おそらく今月いっぱいで、5月いっぱいで緊急事態宣言解除になるだろうということで、まあ、あくまで予定なんですけど、6月7日の時の動画にはですね、なんとデザイナーの橋本さん出演いただきまして、僕とひまわりちゃんと、橋本さん3人で、そのこのデザインになりましたっていう発表とプラスアルファで、その橋本さんの、とのお話をした動画、うん、あげようかなと思ってます。で、なんかそういう流れですよね。だからここで投票募りまして、次の発表の時はこれになりました、プラスアルファ橋本さんがここ動画出てくれるそうなので、皆さん出てくれるそうです、橋本さんが、はい、非常に貴重な機会なんで、うん、
なんかいろいろこうお話を伺ったり、まあ、それこそね今回のコロナのせいでみたいな、もう僕らもあーってい う, こう悔しいっていう気持ちがありますがそういう話も含めて、あるいはまあ次のシーズンね、あの立ち上がりも近いので6月中下旬かな、下旬に雪橋本の、あの新シーズンのね、あの立ち上がりも控えてますから、そこの話とかなんかいろいろお話を伺えて、それもなんか一つ お家とかなんかまあそういったところでは楽しみいただけるようなコンテンツになればいいかなというふうに思ってますので、そういう感じですね。で発売が6月の、書いておきます、ちょっと今忘れた、6月23だっけ、ちょっと忘れましたけど、まあスケジュールも全部含めて概要欄書いておりますので、そういう、確認事項については全部概要欄見てください。はい、そんな感じでございます。でプラスアルファ、プラスアルファなんですけど、この動画が出た次の日な、6月ね、あ違う、5月24日かな、これ多分23で出てると思うんで24日なんですけど、に、ね、僕とねひまわりで、インスタライブをしようかなと思ってて、で今回の件にもついてるそうですし、何でもいいんですけど、まあ皆さんのおうち時間の足しにでもなればな、プラスアルファ今回の企画の質問とかなんかこう聞きたいこととかね、あれば、まあなんかその時に質問して、QA でもいいし、なんかまあとりあえず軽いノリで酒でも飲みながらやろうかなと思ってますので、ぜひそっちもね皆さん来ていただいて、何かあれば、はい、参加していただければなというふうに思いますので、はい、そんな感じかな、僕からお伝えすべき最初の、まあ、情報というか、はい、経緯を含めてかな。はい、なので、何回も繰り返しますけども、いろいろな確認事項については概要欄でチェックしていただければな、スケジュールも含めてと思いますので、はい、よろしくお願いします。では多分この後からね、その実際の商品の、説明になると思いますので、はい、よろしくお願いします。はい、どうも小松菜です T シャツのグラフィック案のカンナビス側のセールスポイントいっていきたいと思います。コレクションテーマに関してはりょうくんの方からも説明があったと思うんで省きます。で、20AW の雪橋本のテーマがオルターエゴ、別人格者ということで、そのテーマを受けてカンナビスから、デザインのイメージ案を何個か雪橋本デザイナーの方にお伝えして作ってもらいました。で映ってますかね、ここに。はい、でそうですね、カンナビス、店の名前にもあるようなカンナビスが着想源にあったりとか、そのテンポの良いダークな音楽が流れてくるようなグラフィックをイメージして作ってくれたそうです。めちゃめちゃ気に入ってますで、人物の背景になっているグラフのちょっとこう波打ってる感じのやつは、人が持つ感情の動きとか鼓動が変化しているのをイメージし、そのオルターエゴ、別人格者を思わせる3人の人物を配置した感じです。でグラフィック内の3人が同一人物なのか別人物なのかは一応お客様それぞれの捉え方でご想像に、捉え方にお任せしますということです。以上です。松本にお返しします。はい、ということで、ハウテイアンの説明というかさせていただこうかなと思います。多分この辺にね、そのグラフィック案、多分 T シャツにこう載ってるのとグラフィック案、まあ両方お見せしてると思うんですけど、があるんで、まあ、これをちょっと確認しつつ、ベラベラ喋らさせていただこうかなというふうに思います。で、今回ですね、あ、まずじゃあボディの話、あ、いや、グラフィックの話、最初グラフィックハウデイは、まあ今回ですね、今回というか来期か、はい、雪橋本来期の、まあコレクションのキーワードがオルターエゴっていう、オルターエゴっていうのがこれ一つのシーズンを象徴するキーワードになってるわけですよ。でこれどういう意味かっていうと、まあ、もう一人の自分みたいな、架空の自分みたいな、なんかそういう意味なんですよね、まあ、アバターじゃないけど。だからまあ多分誰しもね、オルターエゴってあると思うんですよ。例えばですけど、皆さん SNS やってるじゃないですか、ね、実際のリアルの世界に生きてる自分と、じゃあ例えば SNS 上の自分と多分またちょっと違うとか、
あるいは友達の前の自分と、あとは 家族の前での自分はちょっと違うだとか、多分なんかいろいろなね、人間で少なからずそういうオルターエゴみたいなのは多分ちょっとあると思うんですけど、なんかね、そういうのが一つのこうテーマになっておりまして、来期の雰囲気でいうと、だからまあ、あの来期のお話についてはね、また橋本さんの口から直接お伺いしたいなと思いますけど、まあそういうオルターエゴっていうのが一つねキーワードになってるんですよね、来期ので。僕はそこから着想というか、そこに紐付けたいなと思って、まあ、あのシーズン戦も持たせたいなと思って、でかつ、まあ、カンナビスともちょっと違うということで、もう少しね、まあ、僕の色を出した感じですね、僕のちょっとパーソナルなところを出した感じにしました。あえてちょっとコントラストをつけたいなと思いましたし、ハウデーらしさってなんだっていうと、結局のところハウデーらしさって僕らしさだったり、うちの弟らしさだったりってなるから、まあ、結局のところじゃあ僕のパーソナルな、もうちょっとパーソナルなところをと、ゆきはしもとらしさみたいなところをちょっとこううまく編集していただいたデザインとなっております。で、具体的にはそのパーソナルなところっていうのは、ちょっとね、これね、あんまり言いたくないっていうか、後日談的に話そうかなとかって思ったんですけど、これは僕の本当にある映画ですね。ある映画がモチーフに。で、その映画もなんか言うたら僕の中で言うともう本当オルターエゴの極みみたいな、なんかまあそういうような映画があってね、うん、だからそことなんかちょっと紐づいたんです僕の中で、かっつって、あ、そういえばあれってもう僕の好きな映画の中にの一つの作品なんですけど、あれってもう究極のオルターエゴの話じゃんみたいな、うん、と思って、僕の中のそのパーソナルな部分のオルターエゴっていうのと、まあ次のゆきはしもとのオルターエゴっていうキーワードがちょっと結びついて、あ、そこでちょっとやりたいですっていう話をさせていただいて、僕と橋本さんにね。で、橋本さんがこういろいろこうまあブランドらしさだったり、来期のシーズン性だったり、なんかそういうのをこう落とし込んで、でも僕とセッションしつつね、こういう感じができました。で、僕もうちょっとこうですね、これこうとか、なんかそういうのリモートでやらせていただきまして、はい、リモートでね、はい、なってますんで、そんな感じで僕もね、ちょっと欲しいからね、俺の方に入れてほしいんですけど、皆さんお願いします本当にとか言ってはいはいはい、そんな感じですよ、うん、なので、まあ、あんま多くは語りたく語んないんですけど、でもまあ、はい、そんな感じですかね。はい、で最後ボディの話、はい、もしかしたらカンナビスチームの方もしてるかもしれないですけど、はい、僕が今着てるのはこれ M サイズでございます、はい、で色はね、ボディは黒一色で、こっちにですね、ハウデの方はリフレクターですね、リフレクターのプリントが乗る予定です、ここに。だから光にピカッと反射するんですよっていう、予定でございます、はい。で、特徴がですね、ステッチが、はい、袖についてます、こんな感じね、袖と裾、はい、こんな感じで、ML あるんですよね、2サイズ展開で、L はまあもうちょっと着丈とか、まあ、全体的にちょっとサイズアップするんですけど、ただね、まあ、言うてそこまでめっちゃ極端にサイズ比があるっていうわけではないです、ちょっとまあ、はい、MLの展開でございます。で、まあ、このボディ自体もなんかすげえオーバーとかめっちゃタイトとかっていうわけではないので、どちらかというとスタンダードめな ML っていう感じでございます、はい、で生地はね、綿100でございます、はい、ソフトな、はい、コットンの素材でございます。で、ここに勇気足元っていうタグが、はい、ついてますから、ね、オリジナルのボディでございますよ皆さん、はい、これもね、ボディに関してもまあ橋本さんサイドが、ゆきはしもとサイドが、オリジナルのでやりたいということで、本当にその軽いテンションのね、イベントでやるような感じ以上のクオリティのものが本当頑張っていただいて作っていただいているので、はい、そんな感じです、はい、かな。なのでとりあえずグラフィックだけちょっと今回皆さんに、はい、お選びいただきました、よろしくお願いします。価格とかの情報はまた発表の時にね言いますんで、はい、よろしくお願いします。はい、そんな感じです。ではまたよろしくお願いします。